ステライライ、ストレイライトの皆さん、こんにちは。こんにちは。無限ビートのパンフレットで田中さんが、照れてしまって、二人のことを未だにエリ、サヤと呼べない、どうしたらいいでしょうか、というようなことを言っていましたよね。解決策を思いついたので、僭越ながら提案させていただきます。ありがとう。田中さん、はい、まずは目を閉じてください。はい。田中さんは、ペットを2匹飼うことにしました。あ、はい。どんな動物でも結構ですので、可愛い2匹を想像してみてください。あ、可愛い。可愛いワンコだ。その2匹の名前は、エリとサヤです。おい。2匹の名前を呼んであげてください。呼んで。あ、あ、あ、あるさ、サヤちゃん、可愛いね。目を開けてください。はい、はい。はい、近くにいる二人の名前を呼んでみましょう。せーの。でも私、さやねって言ってた。さやちゃんとエリちゃんって言ってた。あ、でも、昇格あれだけど、なんだろう。ステップアップした。ステップアップしてる。さやちゃん。さやちゃん。エリちゃん。おー。以上です。要するに、二人をペットだと思うということです。どうでしょうか？結局そうなの？最後。結局ペット。結局私たちペットらしいです。なんでだ？うちはペットだったの？ペットだったみたい。え、全然、お迎えしたいけど。行く？行く？いいよ。大変だよ。飼ってくれるの？いいよ。行ってり。頑張っちゃう。朝起きてから朝ごはん。ごはん、ごはん。ごはん。朝ごはん。え、でもご飯作ってくれる、ペットもいるかもしれない。いない。いるわけないでしょ。飼い主の役割を放棄。ご飯って。ペットじゃない。ペットじゃない仲間なの。